心の最高気温は15度ちょうどで、昨日より暖かくなりました。この後は時間の経過とともに雲が広がるでしょう。ただにわか雨があるのは一部に限られ、広い範囲での天気の崩れはなさそうです。空気の乾燥しているところがありますので、火の元に十分ご注意ください。明日金曜日は雲の多い空模様でしょう。午後を中心に雨の降るところがありそうです。東京地方の予報は曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨、降水確率は午前 10%、 午後 30% です。都心の最低気温は6度、最高気温は15度の予想です。昼間は日差しが少ないものの、春を感じる暖かさとなるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。ブランシエンのお悩み相談室。窓を変えたらいいと思いますよ。窓を防音にすれば騒音も減って、ご近所付き合いも円満になります。窓はリフォームできる。ご相談は窓ショップへ。サポーテッドバイ YKKAP。